エドガル操作は、メキシコのプロボクサー。メキシコ式シ出身。元 WBC 世界、ライトフライ級王者。2000年4月1日、20歳で、プロデビュー。無名時代には、2001年5月5日に後に、IBF 世界ライトフライ級王者となる、ウリセス・ソリスと対戦するが6回判定で敗れている。デビューから10戦目では後に、 WBO 世界ミニマム級暫定王者となるマヌエル・バルガスと対戦し8回 TKO 負けで敗れている。また、後に WBC 世界ライトフライ級王者となるオマール・ニー・ニョロメロとも2002年10月19日に対戦し10回判定で敗れている。2003年7月3日、ナブフ北米ミニマム級王者イサック・ブストスと対戦したが12回判定負けを キッシュ王座獲得に失敗した。2003年9月13日、メキシコライトフライ級王座をかけて、ウリセス・ソリスと再戦するが、これにも12回判定で敗れている。2003年12月12日、ドミンゴ・ギーエンを6回 TKO に下し、カボフフライ級王座獲得に成功した。2004年6月24日、フィーカルボックスライトフライ級王座を獲得した。 2005年9月22日、メキシコライトフライ級暫定王座も獲得した。2006年3月8日、亀田ダ後期の対戦相手として発表されていたが、2月14日に手の故障を理由にキャンセルしたことが発表された。2007年4月14日、アラモドームで WBC 世界ライトフライ級王座決定戦をブライアン・ビロリアと行い、 12回2から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。その後で王座の4連続防衛に成功する。2008年6月14日、国重隆を8回 TKO で退け5度目の防衛に成功した。2008年9月27日、ソニーボーイハロを判定で下し6度目の防衛に成功した。 2008年11月29日、ファニトルビリアルを7回 TKO 価値を収め7度目の防衛に成功した。2009年4月4日、ポンサワン・ポープラムックを4回 TKO 価値を収め8度目の防衛に成功した。2009年6月20日、カルロスメロを5回 TKO 価値を収め9度目の防衛に成功した。2009年9月15日、 オマールを6回小勝ちを収め10度目の防衛に成功した。2009年11月21日、ロデルマヨールに2回 TKO 負けを喫し11度目の防衛に失敗するとともに王座から陥落した。2010年6月5日、ゲレーロ州アカプルコでロベルト・カルロス・レーバとノンタイトル10回戦を行い、2回1分12秒小勝ちを収め再起に成功した。 2010年8月7日、メキシコシティのアレナメヒコで、ホセルイス・バレラとノンタイトル10回戦を行い、4回1分33秒、TKO 勝ちを収めた。2010年9月11日、リアンビトの持つ WBC、インターナショナルフライー王座に挑戦し、10回2分5秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年11月20日、 元ペブフ東洋太平洋フライ級王者、大久保正史と対戦し、12R 判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2011年4月2日、堀川健一と対戦し、8回 TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2011年7月2日、フリオパスと対戦し、初回小勝ちで3度目の防衛に成功した。 2011年10月21日、バンコクの国王敬語隊第11中屯地内特設会場で WBC 世界フライ級王者、ポンサクレック・ボンジョンカムと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗、2階級制覇にも失敗した。2012年1月7日、メキシコシティのフォロポランコでロイロ・ゴーレスと対戦し、 7回 TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。2012年4月7日、カンのオアシスホテルで WBC 世界フライ級シルバー王者ウィルベルト、ウィカブとインターナショナル王座の統一戦を行い、ダウンの応酬の末、12回3から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の初防衛、WBC シルバー王座獲得に成功した。試合後、 ソニーボーイハロへの挑戦権を獲得した。2012年7月28日、日本ランカーの池原シゲルソンと対戦し、8回、池原陣営がダメージの蓄積を考慮し、危険を申し込んだため9回開始時 TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2012年10月27日、日本フライ級1位のリアキヒロと対戦し、12回、2から0の 判定勝ちを収めた。2013年3月12日、元 IBF 世界、ライトフライ級王者ウリセス・ソリスと対戦し、2回2分12秒個勝ちを、収め2度目の防衛に成功した。ちなみにソリスとの対戦は3度目で2回いずれもソリスが、僅差で勝っているので因縁対決として注目され、リベンジに成功した。勝者の操作は、五十嵐俊之との指名挑戦者となった。 2013年5月18日、ミチョア監修したクアロの闘牛場で、元 WBAWBO 世界、ライトフライ級スーパー王者のジョバンニセグラと対戦し、9回にセグラのローブローを浴びた影響はなく10回、11回と、捜査が構勢に出て、12回にセグラの反撃にあったものの12回、3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。試合後、 八重ヶ東への指名挑戦者になった。2013年12月6日、両国国技館で WBC 世界フライ級王者、八重ヶ東と対戦するも、王者のアウトボックスに再三の有効打を許し12回零から3の判定負けを喫し、2回級制覇に失敗した。2014年5月24日、オマールサリドと再帰戦を行い、4回終了 TKO 勝ちを、 収め再起に成功した。2014年11月8日、カルロスメロと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2015年5月16日、カリフォルニア州イングルートのフォーラムで、WBC 世界フライ級王者ローマン・ゴンサレスと対戦し、2回2分37秒 TKO 負けを、キッシュまたも2回級制覇に失敗した。 2016年9月24日、スタブハブセンターで、元世界2階級制覇王者、ドニー・ニエテスト、WBO インターコンチネンタルフライ級王座、決定戦を行い王座獲得を目指す。ありがとうございます。